アレン・トーマス・クレイグは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ミッションビエホ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2006年の MLB ドラフト8巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、6月13日に契約。この年は、参加の A-9 ステートカレッジ、スパイクスで48試合に出場し、打率。257.4本塁が、 29打点だった。2007年は AQ パームビーチカージナルスと AQ スプリングフィールドカージナルスでプレー。AQ パームビーチでは112試合に出場し、打率312.21本類が77打点8盗塁だった。2008年は AQ スプリングフィールドで129試合に出場し、打率百四点二二本塁打 八十五打点に投塁だった。二千九年はトリプル A 級メンフィスレッドバーズで百二十六試合に出場し、打率三百二十二点二六本塁が十三打点三投塁だった。オフの十一月十八日にカージナルスとメジャー契約を結び四十人枠入りした。二千十年は開幕ロースター入りし、四月八日の新シ,シナティレッツ戦で、 メジャーデビュー。7番、右翼手として、先発起用され、4打数無安打1三振に終わった。7試合に出場したが、打率は、056と結果を残せず、4月26日に、トリプル A 級メンフィスへ降格した。5月31日にメジャーへ昇格。同日のレッツ戦に出場したが、6月1日に、トリプル A 級メンフィスへ降格した。月日に、 ニックスタビノアが故障者リスト入りしたためメジャーへ最昇を格した。昇格後は6試合に出場したが7月23日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。8月3日に最昇を格したが8月30日にトリプル A 級メンフィスへ降格。9月18日に最昇を格した。この年は44試合に出場し打率。 246.4本塁が18打点だった。2011年も開幕ロースター入りしたが、4月19日に15日間の故障者リスト入りし、5月2日に復帰。6月7日に右膝を負傷し、2ヶ月間離脱。しかし、主に第4の外野手として75試合の出場ながら打率。315.11本塁がオプス917を記録した。 テキサスレンジャーズとのワールドシリーズでは3本塁打を放ち、強力打線の一角として活躍し、ワールドシリーズ制覇に貢献した。しかし12月に痛めた膝を手術した。2012年2月29日にカージナルスと1年契約に合意。前年の手術の影響で5月から復帰するものの、5月中旬にハムストリングを痛めて故障者リスト入りした。 しかし6月には復帰し、前年を大幅に上回る試合数、打席数を記録し完全にレギュラーに定着。本塁打と打点は、キャリアハイ、打率と、超打率は、リーグのない、得点圏打率は、400だった。2013年3月8日に、カージナルスと総額3100万ドルの5年契約に合意、シーズンでは、自身初のオールスターに選ばれた。 二年連続で規定打席に到達し、打率、300.90打点のラインも二年連続で、クリアした。一方、本塁打は激減した。2014年は97試合に出場し、打率、237.7本塁打、44打点、1盗塁だった。2014年7月31日にジョンラッキー、コーリーリトレルトのトレードで、 ジョーケリーと共にボストンレッドソックスへ移籍した。移籍後は8月1日のニューヨークヤンキース戦で初出場したが、8回裏の走塁中に左足を捻挫し、8月5日に15日間の故障者リスト入りした。移籍後はずっと不審にあえぎ、29試合の出場で打率128に終わった。また、本塁打も1本しか打たなかった。 カージナルスとのシーズン通算では3年ぶりに90、打点に届かず、打率。300点に行けて本塁打の,のラインは4年ぶりに、下回った。2015年は、開幕をメジャーで迎えたが、不審で5月9日に、参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ降格。さらには5月18日に40人枠外となった。その後、9月1日に、 ロースター拡大に伴って最初を隠した。前年の不振からの脱却を期したシーズンだったが、結局36試合の出場で打率15、152.1本塁が3打点という成績に終わり、復活にはほど遠いシーズンだった。守備では右翼手、左翼手、一塁手の3ポジションを守ったほか、DH としての出場もあった。 11月6日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ポータケットへ配属された。2016年は、メジャー出場はなく、マイナーでも度重なる、故障のために球団合計で29試合の出場に、とどまった。2017年1月18日に、マイナー契約で再契約した。同年6月30日に解雇された。 2018年1月22日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。マイナーリーグでは2007年から2009年まで3年連続で打率。300.20本塁打、80打点のラインをクリアしており、メジャーでも3年連続で打率。300.2桁本塁打を記録した実績があるなど、ミート力とパワーを兼ね備えている。 失投を待つ打撃スタイルであり、広角に飛距離が出る。また、対戦相手に応じたバッティングを展開できる長所も持ち合わせている。また、圧倒的な勝負強さが特徴の一つである。2011年にはワールドシリーズで勝ち越し本塁打を3本放った。2012年から2013年には2年連続でメジャー1位の得点圏打率をマークしており、 特に2013年の454という数字はメジャー歴代3位の効率である。一類種内視右翼種で起用されることが多いが肩が弱くて守備力も低い。左翼種、二類種、中堅種、三類種等のポジションを守った経験もある。守備位置が固定されにくいのは前述の通り守備力が低いので空いているポジションで起用されがちという傾向による。 故障が多い。まず2011年は、素形部と膝を故障し、二度 DL 入りした。翌2012年には、ハムストリング痛で、続く2013年には、足の連座で、それぞれ DL 入りしている。ありがとうございます。